はい、こんにちは。SI のリーマユンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、はじめまして。私は台湾タイと申します。今年30歳になりました。まだ独身です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タイちゃん、日本に来て何年目ですか？今まで5年3ヶ月住んでいます。はい。特定技能になって何年目ですか？特定技能になって1年2月。1年2か、1年2か月。2ヶ月です。はい。今どこに住んでいますか？今、名古屋に住んでいます。名古屋ですね。はい。名古屋でどんな仕事をしていますか？私の仕事は今まで辞めました。今、友達と一緒に住んでいます。前の特定技能の仕事はどんな仕事をしましたか？パワーソーペルのカバーを作りました。何のカバーですか？何のカバー？だいたいドアと同じです。作ってどんなことをやりますか？具体的。仕事はロボットしやりながら手で溶接です。ロボット溶接しながら。はい、そうです。で、手で溶接します。はい。技能実習生の時はどんな溶接やりましたか？車の部品を作りました。ロボットはみんなは LINE で仕事をやりました。ハンジロー溶接やったことありますか？やったことあります。どのぐらいやりましたか？今まで5年3ヶ月やりました。5年3ヶ月やりました。はい。ずっと半自動？はい、そうですよ。今の会社なんで辞めましたか？前の会社は、コンビニとスーパーとバスもないから、辞めました。その時は私は5年になったら国へ帰って、ま、年金の書類をやってまたは日本に行きました。日本に来てじゃあ仕事を探したいということですね。はい、そうです、はい。会社辞めて今何ヶ月経ちましたか？今まで2ヶ月15日ぐらいです。1日ぐらいですね。思いました。趣味は何ですか？私の趣味はサッカーをすることです。サッカーですね。休みの日、どんなことをしますか？友達と散歩する。頑張って。名古屋友達多いですか？もう多くないけど、2人、3人ぐらいです。はい。技能実習生の時、どこに住んでいましたか？実習生の時は、栃木県に住んでいました。あ、栃木ですね。はい。はい、栃木じゃ友達いっぱいいます。はい、友達に。はい、彼女いますか？まだいないです。何歳まだ結婚考えてないですか？多分今から彼女を探してます。はい。わかりました。はい。この間帰ったのは何年ぶり帰りましたか？もう一度お願いします。この間国帰りました。はい、年金何年ぶりに帰りましたか？この間1回、今まで1回しか帰ってない。今まで1回、はい。お、1回だけ。家族何人いますか？私の家族は5人です。父と母と
兄が二人います。兄、結婚していますか？はい、まあ、兄は二人は結婚してます。タイさんは日本に住みたいですか？それとも働いて、国籍の終わったら国に帰りますか？できたらまたは住みたいですね。ああ、日本、じゃあ日本好きで日す本、ね。はい、そうです。今、日本のお金、円が安くなったんですが、それでも日本で働きたいですか？はい、働きたいです。経験と、いろいろな勉強したいです。勉強したいです。日本のこと何が好きですか？もみじと桜、すげえです。日本の料理食べることができますか？できますけど、あまり食べないあし、まり食べない。あ、ちょっとうまいから。甘いのあまあ、り甘ダいでメ。す。はい。甘い。うまいは美味しい。はい。ちょっと甘いです。甘いですね。はい、わかりました。血液型は何型ですか？ A か AB か O、どっちですか？オレス。O 型ですね。はい、はオい。ガタです。身長は何センチですか？私の身長は160センチです。何キロありますか？今は57キロです。タバコ吸っていますか？タバコは吸わないです。お酒飲みますもうか？ ちょっと、はちょっと飲みますね。い。はい、はい。ちょっと飲みます。結構強いですか？弱い方ですか？いっぱい弱飲んい。でも酔っ払わない。です弱いか？です。はい。弱いですか？はい。ありました。よかったですね。かしこまりました。はい。また、企業と面接してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしまはい、す。失礼いたします。